いキュッ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 。よーし、お掃除終わった。テレビでも見よーっと。スイッチオン。我がプリズンブレイク社の面接へようこそ。テレビ CM でイメージが一人歩きしているが、私たちは本来脱獄請負業を秘密裏に営んでいる組織なんだが、どうやらそれは初耳だったようだな。何、そんなことはいい。それを踏まえて自己紹介をどうぞ。はい、電脳世界から参りました、電脳少女シロと申します。トイレの会社とばかり思ってました。なるほど、プリズンブレイク社、勉強になります。それで、まさか勉強に来たのか。いえ、大変失礼しました。日頃より電脳世界のトイレに並々ならぬ執着を持っており、トイレに関わる職につき人生を終えたいと思い応募いたしました。ですが今となっては脱獄にも大変興味がございます。そうか、自己アピールはバッチリだな。あ、ま、だが我が社は率先力を必要としている。ただのトイレマニアに脱獄の知識を一から与えるボランティア団体ではない。新しいことに挑戦するのは得意な方か、また脱獄を今までに請け負ったことはあるのか。はい、息を吐くように新しいことに挑戦してまいりました。朝飯前です、お上がりよ。脱獄については過去に一度動画を手掛けたことがあるので、ぜひチャンネル登録とともにこちらの URL をご覧ください。うむ、素晴らしい採用だ。ここにハンコを押せ。ありがとうございます。肉球でよろしいでしょうか。はい、こちらです。で、今回の応募の本当の動機は何だ。ズバリ、怠惰な生活をはかどらせるべく、着る毛布を買うために電脳ペリカが欲しいからです。残念だったな。貴様は条件の交渉前に判を押した。その意味がわかるな。もしかして、給料は1時間1キル毛布だ。3時間働けば3つの着る毛布が手に入る。電脳ペリカが手に入るとでも思ったか。何？つまり7時間働けば気づいてしまったようだな。洗濯を毎日しても余るほどの着る毛布が手に入るということだ。やったまた罪のない女子を落としてしまったようだな。